はい、こんばんは、あきらです。ちょっと急に動画を撮っています。タイトルにある通りなんですけれども、少しチャンネルをお休みします。っていうのがですね、長い休みじゃない、長い休みじゃなくてですね、最近ですね、ちょっとお休みがちだったじゃないですか。で、それはすごくその体調がですね、良くなったり悪くなったりという状態がちょっと繰り返してまして、で最初は先週の土曜日ですね、37度以上ちょっと熱が出まして、大事を取ってその日はもう休みにして、で土日月と月曜日もまた熱がぶり返してですね、で休んで火曜日からまた復帰して火水木とやったんですけど、また金曜日、昨日はですね、息子が調子悪くなってたんですけども、お休みさせてもらったんだけども、その後僕も熱がまた出たんですよ。で今土曜日の夜9時ぐらいなんですけども、また熱が37度以上今僕が出てまして、で今声聞いてもらってる通り、そんなにひどくないじゃないですか。で今ね、なぜ僕いつもねカメラ顔向けるのに向けてないかっていうと、ボロボロなんですよ正直。粘膜的なところが少しやられてまして、喉もそうなんですけども、目頭がちょっと熱くてですね、でちょっと辛くてですね、顔をやっぱ出すのやめとこうかなと。でもちろん家族、僕以外なんですけども、昨日ね息子は少し調子悪かったけども全然平気で、子供たちはね本当全然平気なんですよ、元気なんですよ。で嫁さんも熱が出たりとかしたんですけど、要は家族内でですね完全にちょっと風邪が流行ってしまって治りきってないんですね。で例のね感染症の疑いはなかったんですよ。これは検査を受けまして、で結果RS っていう子供が引く風邪があるんですよ。これは子育てされてる方はね、皆さん聞いたことのある病名だと思います。RS 系のね風邪、子供たちいつもかかる風邪なんですよ。でそれが大人に来るとねめっちゃきついんとね長いんですよ。で結果僕今すごく長引いてます。で先週の火水木はね本当に大丈夫だったんですよ。本当に大丈夫だったんだけども、結局その時もじゃあ万全かって言ったら万全じゃなかったんですよね。完全に自分の中で体調が戻ってるかって言ったら戻ってない状態で、ね、動画の更新とかライブとかもずっとやってて、で結果、治りきってなくて、で、こういう状況になってしまってと考えた時に、このままじゃ良くないなと思ったんで、ちょっとしっかり休みます。で、もちろんそういういつもやったらね、動画じゃなくて普通に文章でね投稿してということでも良かったんだけども、文章だと長くなるなと思ったんで、で喋った方が早いなと思ったんで、やっぱね、これも完全にノーカットで上げてますから、その方が話が早いと思ったんで、させてもらいました。で、すごい大事な時期が来週来るんですよね。結局19だよね。今日が14だから15、16月曜日だからね、17、18、19だね。8月19日のアップデートでラストクラウディアが、新章第2部が始まります。で他なんですけど、僕の他の事情で言うと、当然滞在 X も8月18日にアップデートが来るし、あと白夜極光のエピック恒例とかももう来週明けには僕は入手可能になるんで、その辺の更新とかもしたいんですけれども、しっかり休みます。でラストクラウディアの第2部の8月19日のスタートの前、8月18日のアップデートの告知の時には復活したいと思っています。だからそれまで動画の更新もライブもお休みして、しっかり直します。で、ラストクラウディアの第2部の開始で、ね、芸能等のフロア追加とか、本当にすごく一番ここ一番実況者としても頑張らなあかんところもあるし、みんなを楽しみにしているコンテンツの追加なので頑張りたいと思うので、ここはそこまではですね、ちょっとしっかり休もうと思いますので、なのでなんとか来週の水曜にはですね、ライブとか動画の更新したいと思っていますので、よかったらチャンネル登録はそのままにしておいてくれるととても助かります。で、すごく甘えたことを言いますけれども、本当皆さんからのコメントとか、あと高評価とか、そういうものがいかにこう自分自身にとってすごく支えになるのかっていうのを最近感じました。動画の更新するたびにですね、この間休む時もですね、皆さんからのコメント本当にありがたかったですし、
しっかり直そうとも思いましたので、よかったら今度皆さんからのコメントお待ちしてますんで、よろしくお願いします。もちろん18日の時点でね、しっかり直ってなかったらそれはそれでまたですねお知らせをしようと思うんだけども、なんとか18日のアップデーの告知が来た時点ではですね動画撮れるようにしたいと思います。なぜね、まあ、月曜日からねボンが終わってね世の中動き出しますからね、そういうことも踏まえてですけれども、ちょっとしっかり、3日4日ぐらいかな休んで、体調を整えて新しいラストクライドのコンテンツの動画の更新に備えたいと思いますので、よろしくお願いします。本当はねファンタジアのね第2部とかの動画もやりたいとかライブもやりたいと思ったけど、まあ、こんな状況なんでちょっと難しいのですいません。てな感じで今日はちょっとですね熱にジャラバンガのね周回させながらなんだけども、こんな感じでゲームはねずっとやってますんで、それはご心配なく、ゲームでね続けれる状況なんだけど、やっぱライブとか動画とか作れるような状況じゃないので、その件についてお伝えしました。それでは皆さんどうぞご体をご自愛ください。ではまた、コメント待ってます。